上積みにスポイトを差し込み、沈殿を乱さないように注意しながら、ゴム球を徐々に緩めて液を静かに吸い取ります。空気を吸い込むと液を乱すので、スポイトの先端が液面から出ないように注意します。洗浄液を加えて攪拌し、 沈殿が沈んだら、液をスポイトで除去して、沈殿を洗浄します。この操作を2、3回繰り返せば十分です。